びっくりした。こんばんは、父さん。スティックまたはありがとう。まだって、もう普通に本命が変わったのかと思っていたんだけど、本命で嬉しいです。ありがとう。ヤホーみまる、みまる。ありがとう。ちょっと待ってね、みんな。こんばんは。こんばんは。ちょっと待ってね。カチカチモードです。今日耳がほんまや、どういうあれなんやろ、自分のそういう耳が赤い日と耳が赤くない日って。ピンク、ピンクどこだ、ピンク、ピンク。こんばんは。でもチョコレートだから茶色か。茶色に、茶色に、こんばんは。ちょっと待ってね、くまちゃんの絵を描くよ。くまさんの絵、ちょっと待ってね。ハーフついそう。今日ハーフついんないよ。めっちゃ可愛い、ありがとう。でもね、結構時間経ったからもうね、泣きが取れちゃったんだけどね。そう、いろいろ後で話するわ。ちょっと待ってね。はい、できたー。あー
よいしょ。はい。トゥデン。ターさん、スキクマタワーありがとう。本命でいてくれて嬉しいです。会いたいのでまた公演とかお話し会待ってます。ずっとお申し出いてくれてありがとう。パンダも書いたよ、クマと。ハッピーバレンタイン、ありがとう。あ、ごめん。このチョコね、気持ちわからずで、ありがとう。パンダとクマちゃん、これだけも持っとか。よいしょ。ありがとう、ありがたわです。ありがとね、ありがとう。ありがとうございます。パチ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 、そう、リボン、リボンをつけようと思って忘れてた。リボンをつけず忘れてた。すっかり。お、いいじゃん。あ、待って、でもピン。あ、ちょっと待って。うまくつけれてないよ、もうかさん。わあ。ピン。ピンで止めた方がいいのかな。やばい、モックが付き方を分かっていないわ。あ、でもこれでいお出かけの時はつけた。あ、お出かけの時は髪飾りつけようと思ってもバタバタしてつけられなくて、間に合わなかったんです。いろいろもう今日も焦りながら、全然遅れたりはしてないんですけど、髪飾りをつける余裕まではなくって、そう。でも集合の10分前に着いたから、ちゃんとそのちゃんと遅れたりしてないよ。そう、一回その場からもうちょっと時間あるからちょっとなんか見ようと思って見たけど、そう、集合時間には全然着いてない。ああ、もうすでに待ってた。なんか集合の10分前に着いてまたいなかったから、ちょっと
あの鏡のところに行ってリップつけてたから帰ってきた時にあのおみょんがいたそう、つけてない今、そう、私が多分つけ方分かってないだけで、もーちゃんからそうだよ、なんかツイートに遊びたいですって、私が前遊ぼうって言った時に遊びたいですってツイートしてくれてて、誘おうって思って誘いました。そう、くせ者さん、リボンにクロスしてピン、リボンにクロス？いけるかな自分で。ラーメン緊張してた。うん。すごいコミュ力がすごいすごい。すごくていっぱい話してくれたよ。ずっとリボンに苦戦してる。あ、つけてたかな。つけてたかも。あんまり動かんかった。ももちゃんはももさんって呼ばれてた気がする。さん、今日は宮島に行ってきて、そう、リボニア本当にありがとう。ちょっと斜めってるけど、まあまあまあ、できていろんなもの食べたりカフェ行ったり、何、なんかおみくじしたり、そうなんよ、あったかく、なんかちょうど気温がよくって、本当にちょうどいい気温だったから、もう本当おみくじなんか「平吉」って読むのか「平」って読むのか分かんないけど、なんか平行の「平」に「吉」で。なんか良くも悪くもないぐらいのなんか良くはなかったそう、でもなんかレアらしい、なんか今日が 22% ぐらい入ってて大吉は 8% とかなんだけど、そう、ももがリードしてた。なんかね、もうもうなんか今回なんか後輩先輩として遊びたかったってよりは、本当に同い年のお友達が欲しくてお友達になりたいなと思って、もう本当に同級生感覚で私は行ったんですよ。そう、だからもう私は
もうそんな全然気使わなくていいけん、その学校の友達くらいに思ってって言って、そう年齢が一緒だから本当にもう高校とか、そうだからそう、でもそうそう、めっちゃ同級生がいっぱいいて、2期生の時本当に同級生がいなくて結構悲しかったから、そうちょっと遊びに行けて嬉しかったです。で写真も結構撮ったので、また個人のも載せていくし、2人で撮った写真もそう載せていきたいと思います。ソロでの写真良かった、本当に。え、そうめっちゃね、あの場所漏れたんよ写真が。そう、ノアミョンのね、あのバズるの投稿の動画とかもいっぱいね撮ってきたんですよ。いっぱい撮って、お互いに撮ってたんですけど、そう、あ、そう、あと今日ノアミョンが載せてた写真、私が撮ったやつだったから嬉しかった。取り立てほやほや。そう、桃が取った。にぃ。え、でも本当にね、ずっと喋ってて楽しかった。カメラは持っててないんだけど、携帯でね持って行って、そう、あ、一緒にアナゴ丼食べました。そう、あとね、あとね、これ買った、お土産も、お土産っていうか買ったものもあって、あと何食べたんだっけ、今日は朝お昼にアナゴ丼を食べて、その後にカフェ行ってオレンジジュース飲ん で、 でその後にもみじ、揚げもみじ食べて、で握り天食べて、でママにコッペパン買って、これノアミョンその場で食べてたけど、私はもみじクロワッサンを持って帰ってきました。で、そしてお土産にこれを買ってきました。じゃじゃーん、ゆずみつゆずみつ、そう、やん、ナーミョンが前に別のゆずじゃなかったけど別の味のやつを買って美味しかったからまた買いたいって言ってて入ったお店なんだけど、なんかそのそこにいた店員さんの方がいっぱい、あのこれ飲んでみませんかって、いっぱい試食の飲み物バージョンってなんて言うんだろういっぱいはお試しでね、あのそうこのゆず蜜とかを試飲、うん、ありがとうひらがな書いてくれをあのさせてくれて、でこのこれは蜂蜜なんだけど水であの薄くしたら飲み物になるんだって、それをいっぱいお試しでぶどうの蜂蜜と柚子の蜂蜜とあともう一個なんか飲んで美味しくて釣られて買った
もともとはナオミョンについてたんですけど、美味しくて買いました。そう、あ、そう、炭酸で割っても美味しいし、普通にジャムみたいな感じで使うのも美味しいしみたいな感じで、私は柚子蜜、柚子が良かったの。私はこれはまた梅ね、梅ので、なんか喉にめっちゃ良さそうで、歌う前とか歌った後とか、まあ本当に喉を使った時にいいなと思って買いました。あと風邪の時とかも。ヨーグルト、ナオミもヨーグルトに入れてるって言ってた。蜂蜜をヨーグルトに入れるのはね、私は知らなかったから。そう、だからパンとかにつけても普通にジャムみたいな感じで美味しいし、みたいな。でも本当に飲み物でも美味しいんよ。本当に柚子ジュースみたいな美味しい。なのでちょっと買いました。これはすぐ飲んでしまいそう。寝る前に一口食べると熟睡。そうなんだ、そうなんだ。紅茶と美味しいの。紅茶美味しいね、絶対。ちょっとね、しかもママも喜んでた美味しいぞーって言ってた哺乳瓶違うよ、哺乳瓶じゃない。でもこれなんでこういう形なんだろうね。なんか開けてみよう。ピョン。あ、なるほど、そういうことか。めっちゃいい匂いする。こうやってさ、こう出しやすくなってる。うん、いいね。ね、ぜひ。なんか映んない。あ、映った。ゆずとはちみつ、ゆずとはちみつ買いました。これが本日買ったものですね。今度いたかった、すごいよかった。そう、桃嬉しい。桃高知のゆず浜とか気になって、めっちゃいいよこれ、美味しい。では本日はバレンタインということで、じゃんバレンタインということでバレンタインということでチーク菓子を作りますだってチョコ作ったもん、もうチョコ作ったからさ。そうフルフルフルッパ。
全然ちょこちょこ。それは何です。これはなんか私も初めて正直買ったやつで何か分かってないんですけど、ゼリーになるらしい。作ったらいろんな味の作ると、みんなチョコ作ってるのか、チーク菓子を作る。いいじゃん。ほらちょっと、ね、いいじゃん。ちょっと一味違うの。私はチーク菓子を作りました。でもこれね、前やった時みたいにね、難しくないのよ。これもうね、前みんなと一緒に作ったやつはめっちゃ難しくて時間かかっちゃったんですけど、これはそんな単純にできる。そういうとこ好き？ありがとう。シャーン。二味ほんとよ。ほんとだよ。まずはまあお水いるん、蓋の内側の線まで水を入れてカップに注ぎます。内側の水ね、内側の水、ねるねるねるねじゃないんよ。ここ違うって、これあ、蓋だった、こっちか。蓋の内側の線ってどれ？あ、これや。あ、これや。あ、これだ。あ、水。ゆずみつ？え、どうなんだろう。でもぶどう味にゆずみつ合うかな。重たい。ストップ。どうだろう。足りてないでした。ここで何か、何が正解なのか分からんなってきた。うん、多分合っとるやろ。線がなんかよくわからん、合ってるかわからん。カップに水を注ぎます。こぼさん、うん、頑張る。この中に水をイエーイって入れる。ほい、入れました。そしてカップに一番の粉を入れて60回ぐらい混ぜよう。60回、一番の粉を入れ、配信で見せながら作るの難しい。一回これ開けたらいいんか、粉を。そしたら配信で見せれるね。一番の粉を入れまーす。ズーム。なんと青に変わりました。そ
そして60回混ぜます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34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 、
じゃーん、色めっちゃ青だねこれ。もうすんごいぐらい青。あーん。できてくそれは途中経過あげる人になってる私。そのままでも食べ、え、うん、多分食べれるとは思う。全然匂いはもうブドウだからね。何作って、今はバレンタインだからチーク菓子作ってます。次はもう本当にもう完成するよ。早い。カップに2番の粉を入れてパチッと音がするまでしっかり蓋を閉めよう。閉めます。入れて2番の粉、これがなんか色が変わるかも。これで行きます。ピヨーン。これでパチッと音が鳴るまで閉めます。ちょっとこちらで閉めますね。パチッと音鳴ったかな。怖い怖い。でこれね、この後の工程がなんとあっという間に色が変わるよ。下のポイントをよく読んでフリフリしよう。上手に作るポイント、蓋とカップをしっかり押さえる。回数は途中で止めずに20回まで。蓋に液が当たるくらい上下に振る。振り終わったら10秒待つ。そう、なんかこれをしっかり手に持ってガチガチに、もうそうちゃんと締めないと本当にこのこのお菓子が負けてしまう。シェイクします。いきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。すごーい、ピンクになったんだけど。え、これ20回でいい？あ、止めずに20回まで。振り終わったら10秒待つ。10秒待ってる。すごい、めっちゃ可愛い桃色になった。これ合ってるの？私あ、でも固まってきたかも。あ、あ、すごいすごいすごい、見て、ほら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 、
時間が経つと固まってくる。ゼリーになった。すごい。え、すごい。ぴょーん。ほら、プルプルしてる。ゼリーができたら蓋を開けよう。蓋を、あっ、これ開け方か。トッピングかけて。結局それは何がし、これはゼリー作るゼリー。味はブドウだよ。なんか色が、そう、もう少し待ったらだいぶ今固体にこう斜めたわかるっていうの。液体がめっちゃ固まってきとる。これでトッピングかけたら食べれまーす。斜めね、斜めに固まってしまう。どれぐらい、いや、もう多分ね、もうね、いい、もういいかもしれん、これ。うん、多分もういい。ほら、もうだいぶ固まってるでしょ。ほら、開けまーす。おー、すごいすごい、見て。トッピングかけまーす。なんかね、面白い、すごい。なんかあんまり何も考えずに買ったけど、めっちゃ楽しい。これいきます。トッピング、シャラララーン、シャラララーン、歌おう歌おう、みんなでさ、手をつないで、ドラえもん、そのポケット夢をさ、あふれさせて、じゃーん。なんか可愛くなった、可愛くなったよ、ちょっと。私の本命チーク菓子受け取ってね。トッピングは、これはなんだっけ、ね、シュワシュワトッピングって書いてる。本命チーク菓子です。断られてるんだけど。マスク今日も作って、今日も本命の本命チーク菓子。めっちゃ固まっとる、めっちゃ固まっとる、すごい。いただきまーす。いただきまーす。実食。いただきまーす。ぶどうかわかんないけど美味しい味が。
美味しい。味美味しい、めっちゃ。ぶどうか、うん、ぶどうか。これこさん。はい、本命チーク菓子。絶対他のみんなチョコレートあーんってやってるのに、私のルームチーク菓子あーんってやってるの。パク。みんな手作りのチョコ作ったもん。もう作ったもん。甘い。でもこのトッピングがめっちゃシュワシュワしててしょっぱい。おいしい。チョコ、なんだろう、いちご、どっちだろう。どっちもおいしい。結構シュワシュワがさ、しょっぱくてさ、しょっぱくて、酸っぱくてさ、ホワイトデーもチーク菓子。じゃあホワイトデーもチーク菓子で。うん、チョコもこの間作ったから今日はチーク菓子。なんでやねんって感じ。こんばんは。耳ピンク、そうね、耳ピンクだね、なんか。意外とちょっと、なんかでも私が水入れすぎてるのかわかんないけど、めっちゃいい甘さなんよね。でもわからない。いや合ってたと思うんだけど。甘すぎず甘くなさすぎずで美味しい。あれだけきちんと多分大丈夫だったよ。ソロイベントあったらみんなでチーク菓子作る。めっちゃさシュールなイベントになるよそれ。みんなでチーク菓子。明治まではあってないスーパーだよ。完食じゃん。ごちそうさまでした。完食。
感謝。桃らしいでしょ。桃らしいでしょ。これ食べようか迷う。もみじクロワッサンチョコ、また食べるんかって感じよね。次はチョコですよ。ちゃんとこんな全部今食べれるかな。美味しそうなんだけど、じゃーん。なんか私揚げもみじしか食べたことなかったんですけど、このクロワッサンは初めて食べます。楽しみ。チョコです。ね、この周りの美味しそうだよね。いただきます。うん、おいしい。めっちゃハクハクしてるし、このものとか。チョコです。チョコ買いました。いや、なんかこのもみじのとこはちょっと柔らかめの生地なんですけど、この外側のとこはめっちゃパリパリで、このあと聞こえたかな、聞こえんかったん。美味しい。めっちゃ今までなんで買ってなかったんだろう。めっちゃ美味しい、これね。おやつ、うん、チョコ以外にもあるよ。カスタードとチョコと、覚えてる分なんだけど、チーズと、あと何だったかな、粒あんと、なんかまたあったかもしれない。そう、抹茶どうだったかな。でも今日はバレンタインからなのだからなのか、もともとその味が人気なのか分かんないけど、チョコが一番減ってたから今日人気だったチョコ。一気にするよね。あ、そうなんだ。迷わずチョコ、うん、自分はチョコにした。もうチョコがいいなって思った。
あんないの食べかけ食べかけになるおいしいよ。クロワッサンたい焼きのお店があるじゃん。そうそうそう、多分そう。じゃん、あん、宮島でなんとねえのかな、端っこ、端っこだけ。これ宮島以外でも売ってる？その駅、さっき言ってた駅売ってる？ちょびってる宮島限定なのか、もう少しくちょこ、向こうも半分の1くらい、もうでも3分の1も足んないぐらい食べてる気がしてきたよ、もう。もうあと4分の1もないかもしれない。また宮島行った時に食べてみてね。揚げもみじとか広島駅にあるから、ぜひぜひ。最後の一口、音がするめっちゃ食べ過ぎて喉が渇いたでも美味しかった今日もぐもぐ配信ばっかりしてる。今何時だ？一口ちっちゃい。嘘、そんなちっちゃくないよ。配信終わったら閉めるデザート、もうねないよね家にデザートが、もう食べ尽くした今美味しそう、今度探してみる。ぜひぜひ。これもみじクロワッサンチョコ、カップ麺ないね今。そう、買ったら食べちゃうから買ってない。12分、ありがとう教えてくれて。じゃあそろそろ読みましょうかね。買わないのいない、頑張ってる、頑張ってるっていうか今めっちゃ食べてたからな、頑張ってるもあれもないんだけど広島の
成長まで、いいね。仕方遊ん、仕方遊んだよ。でもなんかずっとシカちゃんは多分お腹空いててバッグとかの近くにめっちゃ来るんだけど、なんか何もないって思った瞬間に去っていく。シカ怖くないよ、かわいい。ああ何も持ってないやんみたいな顔して去っていくシカ。なんか持っとるかみたいな、食べ物なんか持っとるかみたいな感じで来るけど、ないよって言ったらどっか行く。なんかね、でもあげちゃダメらしい、多分食べ物。お腹空いてるみたいだからね、食べさせてあげたいけど、なんかダメダメって書いてるのを見たことがあるから、そうだからあげれないんだよね。そう、多分奈良のところに行ったら、あのそうあれなんよ。鹿せんべいが奈良県には売ってるけど、宮島には鹿せんべいは売っていないので何もあげれない。こんにちは、こんにちは。奈良公園で鹿せんべい持つの人気も逆にめっちゃ追いかけられるよね、絶対持った瞬間にね。餌やりダメだよね、宮島は。だからもうかわいそうだけど、お腹空いてて、でもあげれなかった。ないよって、ないないって言って、餌ないない。でも宮島の鹿の子たちは何を食べているんだろう。前ね、めっちゃ葉っぱ食べてて、そう地面に落ちてる葉っぱをずっと食べてたんだけど、ウクレレ今日細め細め。食べてるのかな。鹿せんべいはね、宮島には売ってない。奈良公園にしか、奈良公園に売ってるけど、宮島は売ってないから何もあげちゃダメ。そう、ね、奈良県だけよね、多分。そう、あ、お花とかも食べるんだ、へえ。今日さ、鹿がさ、なんかあの観光客の方が紙袋を持ってたんですよ。そうで、紙袋こうやって持ってて、でそしたら鹿が来て、紙袋をめっちゃ口で挟んで、もうめっちゃなんかわーってなりだして、紙袋をビリビリって破ってった。そう、紙が食べたかったのかな。めっちゃ紙袋破かれてて、鹿に。そう、あー、中に食べ物が入ってるの、そうなのかもしれないね。でもなんか紙も食べてたよ、なんかその紙袋の紙をちょっと食べてた、もぐもぐしてたから。うん、多分食べ物をね
取ろうとしとるんかその子は。噛みついて、ひらひらのお洋服、そうなの。今日私は狙われてなかったわ多分。だ今日紙袋、あでも紙袋じゃないわ、袋持ってたけどたまたま狙われなかった。髪は木の繊維だから鹿さん好きな、あなのかな。お腹空いてるんだね。こんばんこんばんは。ではそろそろ読みましょうかしらね。昨日買ったアイシャドウで今日メイク、そうだよ昨日買ったアイシャドウで今日はメイクしました。ちょっと配信だと分かりづらいかもしれないけど、あのメールの写真の方が分かりやすいかもしれないです。そうでもまだなんかもっと使い方をこういろいろ考えたいなと思って。ピンクもしましたか、やったまたメイク頑張る。ピンクのアイシャドウ使うわ。またでは読みたいと思います。13位のコウジさんありがとう。チーク菓子作るみーちゃんかい、もはや小学生だよ大丈夫、19歳だから。12位のマペロッピーさんありがとう。本命チーク菓子嬉しかった、ずっと大好き、ありがとう。はなと11位のまぼろしさんありがとう。ハッピーなバレンタインありがとう、こちらこそ来てくれてありがとう。ジェイのユウさんありがとう。もぐもぐも可愛かった、そのまま一口おでん一口ね、ありがとう。キーのドラゴンさんありがとう。ハッピーバレンタインずっと大好きだよ、これからも、やったありがとう。8位のヒロピーさんありがとう。7位のなっちゃんに寄せばくむちゃんとマーク闇のめたいさんありがとう。6位のトシさんありがとう。今朝売ったポップコーンが枕元にいた、いいね、オーカが大好きすありがとう。5位の大熊さんありがとう。4位のタツさんありがとう。もが可愛すぎたから溶けた、ありがとう。3位のエビサマさんありがとう。2位の星の光さんありがとう。1位の本命チョコを渡す時のセリフをカメラ目線で、本命チョコを渡す時の辞表をカメラ目線で、これか、これがあるわ、これがあるわ、ギャン。顔バレた、顔に出た、好きだったので、ウォーカのチョコ受け取ってください。もう恥ずかしくて本気ではできんわありがとうございました。カメラに直顔に押しつぶされとる。ありがとうございました。でも可愛いでしょ。おやすみなさい、だねー、おやすみ。